そうちゃん、大好き。姉さん、もっと頑張るからね。今はこんなに小さいし、お家のことだってちゃんとできないし、失敗だらけだし、頼りない姉さんだなって思うかもしれないけど、頑張るからね。もっと上手になって、大きくなって、何だってできるように頑張るからね。ずっと姉さんのこと好きでいてね。うん。どうしたの？今日もお買い物？ひょっとしてお腹空いちゃったの？ああ、そう、喉が渇いたから炭酸系の飲み物なんかを買おうかなって。いや、家の近くの自動販売機で何度も買うのは面倒だし、ここで2リットル入りのペットボトルを買った方が断然安いしさ。そうちゃん、ダメだよ。あ、その、実は…そうちゃん、炭酸ジュースはね、たくさん飲むと骨が溶けちゃうんだよ。シュワーって泡が骨まで届いてね。ダメダメ、ダメだからね。買っちゃダメだからね。な…それにね、普通のジュースもダメだからね。虫歯になっちゃうし、晩ご飯食べられなくなっちゃうからね。じゃあ、飲み物は姉さんが何か買ってきてあげるからね。本日はニココマートにご来店誠にありがとうございます。ただいまより当店恒例タイムサービス、タイムサービスを実施します。どうぞふるってご参加ください。あ、いけない、タイムセール始まっちゃう。そうちゃん、ここで待っててね。すぐお買い物済ませて戻ってくるから動いちゃダメだよ。一緒に帰ろうね。ちっとも、瞬きする暇もないくらいあっという間だったさ。
って笑うところじゃないだろう。大して待たなかったって意味だよ。タイムセール、何か買えた？うん、卵がね、1パック39円だったよ。ちゃんと1パック買えたよ。姉さん、1パックだけでいいの？なんなら俺が行ってきてもう1パックくらい買ってくるよ。ありがとう、そうちゃん。でもね、それはちょっとダメみたい。どうして？どうせお一人様一品限りだろ。もうなくなってたの？ううん、まだたくさんあったけどね。でもちょっと条件が違ってて、あのね、一家庭様ご一品限りって書いてあったの。一家庭様ご一品限りか。スーパーの値札に書いてある日本語ってなんか変な感じがするよ。ダメだよね。そうだね。それじゃあ絶対ダメだね。それって姉さんと俺で1パックしか無理ってことだから、残念だけど2パック目は諦めるしかないよね。だよね、一家庭様だもんね。仕方ないよね。あ、そうそう、ちゃんとそうちゃん用の飲み物も買ってきたんだよ。ありがとう。どれどれ。牛乳。そうだよ。買い物はもう済んだの？うん、済んだよ。じゃあ帰ろうよ。うん。でもその前に。お？荷物持つよ。姉さんこう見えても力持ちなんだよ。これくらい平気だから。俺だって昔に比べたら随分力持ちになったんだ。それに少しくらい運動した方がご飯だって美味しいと思うし。じゃあこれお願いしていい？
こっちの方がハズレか。でも引いてしまったからには持たなきゃいけないしな。そうちゃん、ちっとも変わらないんだね。何のことだよ。何でもないよ。言っておくけど、この袋は絶対返さないからな。分かってる。そうちゃん、ねえ、そうちゃんたら。何か言った？姉さん。あのね、そうちゃん、ありがとう。なんだよ、改まって。昨日も今日も一緒に帰ってくれて、すごく嬉しかったから。こんなこと、なんでもないよ。うん、姉さん、わかってるんだ。で、何をだよ。やっぱり姉さん、昔と比べて、ずいぶん変わっちゃったよね。そうちゃんよりずっと年上だし、二十歳超えちゃったし、そうちゃんから見たら、すっかりおばさんだもんね。ごめんね、姉さんと歩くの恥ずかしいよね。でも無理して一緒に帰ってくれて嬉しかったから。何も。どうしたの、急に立ち止まって。荷物重い方だから疲れちゃった。じゃあ、そろそろ取り替えっこする。昔もそうやって帰ったよね。そうちゃん痩せ我慢得意だったから、姉さんが言い出さないとちっとも取り替えてくれなくて。何も、何一つだって。姉さんは何一つ変わっていないよ。変わってるわけないじゃないか。ずっと、いつだってずっと姉さんは綺麗だよ。どこの誰よりもずっと一番綺麗だよ。そうじゃないんだ、嫌だとか無理してるとか、そうじゃなくて、姉さんがちっとも変わってないから。その綺麗だから、眩しくて近づくのが怖くて、少し照れくさくて、だからちょっと距離を置いてただけで。違うんだ、変わってしまったのは姉さんじゃなくて。あ、そうちゃん、まつげにゴミがついてるよ。姉さん、そんなどうでもいいことよりちゃんと話を聞いてよ。ダメダメ、どうでもいいことじゃないよ。身だしなみはきちんとしないとね。女の子にモテなくなったら困るでしょ。取ってあげるからちょっとしゃがんでみて。そうちゃんの話はその後聞いてあげるからね。なんてね、嘘嘘。
ちゃん大好き。ちょっと姉さん、これは。ありがとね。そうちゃん優しいから、そんな風に言ってくれるんだね。姉さん、嘘でも。すごく嬉しかったよ。あ、そうちゃん見て、影が。こうしてるとね、姉さんの影の方が頭一つ分長いね。8年ぶりの影比べもやっぱり姉さんの勝ちかな。ぜ、こんなのズルじゃないか。だって、そうちゃんもずっとズルしてたよ。体の向きを斜めにしたり、背伸びをしたり、電柱に登ってみたり。ただ、いつもうまくいかなくて姉さんの勝ちだっただけで。だから、今回は姉さんの作戦勝ちってとこかな。本当はね、昨日からこうしたかったんだよ。作戦って、たった今気づいたばかりのくせに、何もっともらしいこと言ってんだよ。それに、俺が立ち上がってしまえば、こんな小細工なんて一瞬でおしまいじゃないか。わかってる。でも、そうちゃん、もう少しだけ、ほんの少しだけ、このままでいいかな。そうちゃん、卵せっかくタイムセールで買ったのにみんな割れてたよ。どうしよう。姉さんが後先考えずに買い物袋を道端に投げ捨てるからだよ。だってああしないとちゃんと両手でギュッとできなかったもの。別に気にすることないよ。オムライスとか茶碗蒸しとかパンケーキとかメレンゲで作ったクッキーとか、姉さんが卵で作ってくれた料理ってみんな大好きだったよ。わかった、全部作るね。ちょっと待った。一度に全部だと食べきれないから何度かに分けて作ってよ。じゃあ今日のご飯はオムライスと茶碗蒸しでいい？それでいいよ。そうちゃん、お待たせ。茶碗蒸しとね、それからジャーマンオムライス作ってみたんだけど、どうかな？
ジャーマンオムレツか。美味しそうだね。ううん、違うよ。オムレツじゃなくて、ジャーマンオムライス。それってどう違うの？ジャーマンオムレツを作ってからね、その上にどっさりとチキンライスを乗せるの。オムレツが柔らかいうちにそろそろと巻いて、こんもりと小山みたいになったら出来上がり。もちろん姉さんオリジナルの自信作っていうか、そうちゃんがオムライス食べたいって言うからついさっき思いついたんだけどね。そうちゃんへ。フレンチトースト焼いてみました。オーブンの中にあります。やけどしないように気をつけて取ってね。蜂蜜やサワークリームもあります。サワークリームは一緒に卵を入れて混ぜてみました。ちょっとクロテッドクリーム風です。やっぱり違うかな。お皿と同じ場所に置いてあるからトーストに添えて食べてね。飲み物は冷蔵庫の中に牛乳と、昨日言ってたそうちゃん用の飲み物もあります。でも朝ごはんの時は牛乳を飲まなきゃダメだよ。それからオーブンの余熱でメレンゲのお菓子も焼いています。すぐ食べても美味しいけど、オーブンがすっかり冷めてしまってからの方がサクサクふわふわして美味しいです。姉さんの分も少し残しておいてね。それからお昼は冷蔵庫の下の段の。多分そうだよな。
入るよ。姉さんらしいや。まだこんなもの読んでるのか。特に異常なしと。
だ。タオル、タオルと。異常なしと。飲み物は冷蔵庫の中に牛乳と昨日言ってたそうちゃん用の飲み物もあります。でも朝ごはんの時は牛乳を飲まなきゃダメだよ。お礼用の飲み物か。
上がっておいでよ、そうちゃん。早く早く。待ってよ、置いてかないでよ。そうちゃんは木登り下手だね。姉さんが早すぎるんだよ。そうちゃんの負けず嫌い。姉さんだって